8月11日イオン高槻で選手のトークショーが行われ、開始前から多くのファン・サポーターが集まりました。そのトークショーに参加したのは今売り出し中の若手、高貴博選手です。いや、ないです。あ、まあ、得意です、うん、いや、ちょっとハードル上げちゃいました。失敗しました。高貴博選手です。まずは、昨日の、はい、試合お疲れ様でした。お疲れ様です。まずご自身で振り返っていかがでしたか？勝ててよかったです、本当に、はい、まずそこですね、はい、最後、あの結果につながった要因っていうのは何なんでしょう？いや、もう全員が諦めない、もう1点取って、まあ、ホームのサポーターを笑顔で帰らせようというふうに監督が言ってたんで、まあ、それに向かって最後は気持ちで点を入れました、はい、最後そのアデミューソン選手のシュートでしたけど、そのパスを出したのがコウ選手でしたよね、はい、最初シュートをどうと思ったんですけど、ちょっと相手の動きが見えたんでアデミューソンにパスをして、まあ、決めてくれるだろうと、はい、決めてくれました。試合が終わった後にあの円陣を組んだじゃないですか、はい、あの宮本監督がね、こうやって何か言ってたじゃないですか。なんて宮本監督は言ってたんですか？ちょっとあの監督の隣にいましたよね、はい、もう一回聞きますね、はい、宮本監督はなんて言ってたんでしょう？聞いてなかったです。どうぞ。はい、じゃあ何て言ってたかっていうのは、まあ、その後チームメイトに何つってたのって聞いたら、はい、やっと一つ勝ったからこっからだぞっていう言ってましたらしいです。らしい、はい、それはあのどの選手に聞いたんですか？あ、高江です。高江選手が教えてくれた、はい、宮本監督に代わって何か違いはあったんですか？まあ、チーム全体の、まあ、気持ちがやっぱり違いましたし、まあ、試合前に、まあ、ミーティングがあったんですけど、まあ、監督が映像を見るぞって言って、最初、相手チームの分析の映像かと思ったんですけど、まあ、モチベーションビデオみたいな感じで、まあ、チームを支えてくれてる人や、まあ、サポーターの人だったりとか、そういういろんな人が応援してるから、今日はもう本当に戦えっていう、はい、ピッチに押し出されて、もう本当みんな熱い気持ちでプレーしてたと思う。やっぱり違いました、その。いや、もう違いましたね。それ見てみんなで円陣組んだんですけど、本当にみんな全員が声を出してましたし、本当に気合入ってました。